はい、ここからはですね、古道の舞台を夢見てと題しまして、柿の浦にあります古道文化財団研修所よりお送りしてまいります。さあ、この古道の舞台を夢見てという企画なんですけれども、本来ですとアースセーブレーションで、研修生がですね、実際にお客様の前で演奏したりだとか、研修所の生活、そして研修生の思いを皆さんに知っていただくという機会が ありましたが、今回はですねオンライン開催ということで、まあ、こういう形でも、はい、ぜひあの研修所の様子と、そして研修生の思いを皆様にお届けしたいということで企画させていただきました。はい、さて本日は、はい、研修所の所長であります、はい、石原康彦さん、私たちはですねガンさんと呼ばせていただいております。ガンさんと一緒にお送りしていきたいと思います。それではガンさんから一言お願いします。はい、はい、研修所を担当しております石原康彦、皆さんにはガンとかガンさんと呼んでもらっています。研修生とこの研修所で過ごして、今年が25年目になります。はい、この後ですね中に入りまして、皆さんに、まさにこの古道の根っこと言える根っこを育てるこの研修所をご覧いただければと思います。研修生18名が日々、汗を流し、涙も時には流し、太鼓に生活に向かい合っています。ぜひご覧ください。それでは入りましょうか。行きましょうか。はい、はい、それでは参ります。Thank you.
失敗が続いたり怪我をして太鼓が2ヶ月間叩けなくなったりして本気で研修所を辞めたいと思ったこともありました。ですがいっぱい悩んで考えて本当に大切なことはここに来た時の最初の思いだということに気づきました。今はもう悩んでいません。これからも前に進み続けます。よろしくお願いします。静岡県出身19歳の宮沢和樹です。僕が研修所に来て感じたことは料理を作っている時やものづくりの時にこだわることの大切さに気づきました。そんなこだわることを太鼓でも生かしてこだわりを持った良い音を出せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。北海道出身19歳の関川虎之介です。私は研修所に来てから両親がいつも支えてくれている温かさやそして友達からのたくさんの応援が力になっていると感じます。そんな方々へ感謝の気持ちを忘れず次会える時には胸を張って会えるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。熊本県出身24歳の石崎良二です。僕は最近お菓子作りにハマっています。イメージ通りにできないことも多いですが完成したものを見るとこんなものも作れるんだと新鮮に感じます。ここ研修所では鼓動の舞台に立つための基盤となる音を作っていく場所でもあります。一日一日たくさん太鼓を叩いて自分がイメージした音を表現できるように頑張っていきます。よろしくお願いします。研修所の男性の中で一番身長が低い男、兵庫県出身20歳の小西亮です。僕が太鼓を始めたのは中学生の頃で、ある時本当の意味での太鼓師とはどういうものなのかという疑問にたどり着き、ここ研修所にやってきました。ここ研修所での生活ではうまくいかないことだらけですが、この小さな体でも大きなエネルギーとパワーを持って前に進んでいきたいと思います。以上38期6名です。お願いします。お願いします。はい、研修生6名自己紹介をさせていただきました。それではですね、ここで日々の研修生の、生活をご紹介したいと思います。朝から晩までスケジュール結構ぎっしりだと思いますけれども、どうですか、日々大変ですか？大変です、大変です。充実はしてます。してます。お、言い切りました。はい、じゃあ、その日々を皆さんで紹介をしてみてください。それでは研修所の一日の流れを説明させていただきたいと思います。まず研修生は5時に起床し朝の体操をします。その後研修所の中を雑巾でピカピカにし、その後は5時45分から研修所の山を下って海岸沿いをトレーニング30分間走をします。7時からは朝食の時間になります。朝食では豆腐、納豆、卵、ヨーグルト、魚を毎回摂るようにしていて、しっかり栄養をとって一日のスタートを切れるようにしています。朝食後は朝の時間になっていて、一日で使う楽器の準備や各自ストレッチをして稽古に備えます。研修所の稽古枠は大きく分けて2つに分かれます。まず9時半から11時半までの午前稽古枠と14時から17時までの午後稽古枠になります。この稽古枠では鼓動の舞台メンバーの他にも外部講師などを招いて、太鼓だけではなく歌や踊り、笛の稽古などをつけていただき、舞台につながる表現の稽古にもなります。こういった稽古だけでなく能や茶道、俳句や陶芸など研修所の外に出て外部の先生に教わる稽古だったり、自分たちで食べるお米や野菜なども育てたりしています。こういった太鼓以外の部分からも、の想像力を磨いたり、舞台につながる体の使い方を学んだりしています。その後12時半から1時まで昼食をとります。研修所では日々当番制で、研修生全員分の食事を作っています。午前稽古枠から昼食までの間のフリータイムでは自分たちが使う箸やバチなどを作ったりします。
午後の稽古とフリータイムの時間が終わったら18時半に夕食、夜の8時から9時まで夜稽古をします。その後研修生は短い時間で入力を済ませて10時就寝です。これが研修所の1日の流れになります。はい、ということですが、ちなみにこのフリータイムはどんなことをするの？バッチを作ったり、さっきも説明があったんですけど、バッチを作ったり、箸を作ったり、あとここに野菜の絵があるんですけど、今は野菜を育てているので野菜に水をあげたり。最近取れるのは何ですか？最近トマトが取れ始めました。こっそり食べたりする？こっそりちょっと食べない、食べたりしてます。トマト好き？トマト好きです。はい、こんなスケジュールですけれども、ちなみにじゃあ、りょうじ君、はい、一番大変なところ、気合を入れないといけないっていうスケジュールはどれですか？まあ、稽古はもちろんそうでしょうけど、それ以外。トレーニングで研修所に登ってくる坂のダッシュが一番。坂道ね、はい、1.2 キロ駆け上がるね、はい、うん、なるほどね、坂道はやっぱりきついね、上がってくるのね、はい、OK、ちなみにホッとする時間、結構このぎっしり詰まったスケジュールですけど、この時間がホッとするっていうのは、じゃあ、カズヤ君。はい、僕は入浴の時間が。入浴ね、はい、なるほど。入浴一番ホッとする人。あ、じゃあそれ以外、マサ。僕は就寝時間が。就寝、寝るときね。じゃあこの入浴就寝っていう、この連続はちょっと幸せな時間やね。はい。OK、という日々を過ごしているということで、また後で、みんなには研修所のこと、どんな思いでいるかとか、そういうことも聞かせてもらいたいなと思いますけれども、一曲ちょっと間やってみますか。はい、はい、じゃあ次の曲名を言ってもらいましょう。次の曲名は伊達です。
2打点やったね、叩いたね。はい、はい、ありがとうございます。どうですか、6人で音を紡ぐというのは。今まで1年4ヶ月かみんな一緒こうやって過ごしてきて、なかなかそういうところも難しいところがあると思います。でも今日の6人の感じはなんか良かったかなと思いますけど、まあ、でもこの研修所の生活、本当に気持ちの上がったり下がったりっていうその振り幅もすごい大きいんじゃないかなと、ね。ちなみにこっち来てからこの研修所で何かに心動かされて涙したことがある人、涙が出た。お、全員の意見が、はい、ありがとうございます。どんな涙やろうね。いろんな涙ありますよ ね、うん、ここに僕は修了式の前に 1,2、うん、年生合同で最終合同稽古っていうものがあって、うん、そこでいろんな曲とか今までやった曲とかをやるんですけど、うん、最後に歌を歌ってる時に、うん、なんか2年生にいっぱい迷惑かけてたなっていうのを思い返して、うんうん、すごいなんか悲しいっていうか そんな涙が出てきました。僕なるほどね。そこまでは全然込み上げてくるものなかった。そうですね、そこまでは、まあ、絶対泣かないだろうなみたいな、今までの先輩も、うん、まあ、絶対泣くよみたいな話だったんですけど、うん、でも実際やってみたら、うん、最後の最後にうわーなんか2年生申し訳なかったなって気持ちがすごい出てきて。その時泣いた顔ってどんな感じだったの。こんな感じでした。あれそれぐらい。なんかでもそれが今忘れられないっていうことは、はい、なんかそれ自分がくじけそうになった時とかにそういう悔しかった思い出とか悲しかった思い出って力になったりするします。うん、今2年生に上がって、うん、逆に1年生を。そうだよね、今逆の立場だよね。そうですね、引っ張れるように頑張ろうとはしてます。なるほどね、はい。この同期やね、はい、同期って本人にとってどんな感じ。同期は今までは本当に大嫌いでした。僕は同期が嫌い、はい、うん、もう大事な同期が、はい、うん、もう本当に一緒にいたくないぐらいで、たまには、うん、たまに一緒にも太鼓叩きたくないぐらい大嫌いで、うん、その2年生がいなくなってから冬期間というものがあって、はいはい、そこで僕たちだけになったんですけど、もっともっとなんかお互いのことが見えるようになって、うん、なんか自分とのギャップとかあって、自分もその周りと近づこうともあんまりしなかったので、うん、お互いがお互いを知る機会がなくて、でも最近はちゃんと本気でお互いがぶつかるようになってから、そのちゃんと同期がやっぱ一番信頼できて頼りになるなって思う存在になって、うん、先輩も後輩もすごい好きだけどやっぱ同期が一番大切だなって思うことが今あります、うん、なるほどね。あと半年その同期のつながりをね、またぶつかりもしながらまた育てていけるといいね。はい、な、修了式最終稽古の音が楽しみだね。そうですね、僕は修了式毎回僕も泣いちゃうんですけど、うん、この涙ベロベロに泣くよ。ベロベロに泣きますけど、これ今から想像してもちょっと危ないなっていう感じするんですけど、うん、いや、 やっぱりみんながそれだけ気持ち込めてこの生活を送ってくれて、うん、でそれぞれの人生に向かっていく姿っていうのはすごい自分もなんか応援したいなっていうふうに思いますし、うんうん、一緒にね舞台に立てるといいですね。はい、はい、頑張ってください。さあ、さっき自己紹介の時にいろいろ話聞かせてもらったけど、トラは家族のこと話したよね。はい、うん、まあ、ご両親が一番まずさっき言葉として出てたけど、どんな感じの思い。両親ってさっき言ったんですけど、うん、お父さんと一緒に暮らしていなくて、うん、でお母さんとちっちゃい頃から一緒に暮らしてたんですけど、もともとお母さんとあんまり会わないっていうのがあって、結構喧嘩とかもばっかりしてて、研修所に来る当日も喧嘩して、研修所に来る当日にも喧嘩をした、はい、うん、だから去年の4月ですか、うん、にもして、まあ、結構仲が悪い感じで、僕も結構反抗的な態度とかもたくさん取っててたんですけど、いざ研修所に来て親元を離れてから、うん、結構なんかお母さんのありがたみとかなんか温かさっていうのがなんかすごい実感できたなっていうのがあります。うん、でも来る前と今とそうすると気持ちはもうガラッと変わった感じ。はい、そうです、うん、
何が一番大きかったの？それは母がやってたことを多分自分でするようになって、その辛さとかが自分で実感できたからかなって思います、うん、それは例えば、まあ、身近なことで言うと、はい、食事作りです。結構あのお母さんが作るお弁当とかをもうかめっちゃ残してたんですけど、うん、それでかなり怒られたりしてて、中学生の時とか、はい、でどんだけ辛いのか分かんないでしょみたいなこともたくさん言われたんですけど、うん、正直分からなくて作ってなかったので、うんうん、でこっちに来てからその食事作る大変さとかをすごく知ってです。なんかせっかくなんでカメラに向かってちょっと一言いや見てると思うけどね、うんうん、もう本当に一言だけ、はい、せっかくなんでどうぞ、はい、まあ普段は、あまり伝えることが、まあ、自分も恥ずかしくてできないけど、いつも、支えてもらっててすごく感謝してます。いつもありがとうございます。お父さんもお母さんもありがとうございます。クロワインはなかった言葉多分絶対言ってなかったと思いますね。でもそうするとそれはトラの中が変わったっていうことやね。あと半年ね、どこまで変われるかまた楽しみだね。よし、じゃあだんだん時間ですんで、うん、そうね、最後にね、うん、聞いて終わろうかなと思います、うん、それぞれに、はい、自分の夢、あ、うん、鼓動の舞台に上がってこういう思いでこんなことをしたい、今自分の中にあるもの、それをあのぜひ言葉にして思い切って出してみてください。はい、じゃあ、はい、僕は屋台囃子とか三宅巴とか、その体力演目って言われるものがすごい好きなので、その体力演目の新しい形だったりと新しい演目を自分がどん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 キャリアを重ねるにつれて作っていけたらなっていうふうに思います。なるほどね、うん、じゃあ今体力作り真っ盛りですか？はい、そうです。ほんと、じゃあもうより一日一日自分を超えていってほしいなと思いますけど、はい、坂道のタイムはどうですか？坂道のタイムは最近は伸びていません。あそれは雑巾がいいから頑張らないじゃあ、まあ明日は坂道2本ということで、はい、頑張ってください、はいはい、まあ、まずあと半年この6人で、頑張ってやっていきましょう。はい、はいはい、お互い好きも嫌いも関係ないでしょ、うん、同期ってなんかそんなもんっていう感じがする。まあどうかな、言うたら腐れ縁みたいな感じ、うん、でもすごく大事な腐れ縁、すごく一生大事にしたい腐れ縁。なかなか同期って他の言葉で言い表しにくいやん、うん、なんかそんな感じが自分はするかな。だからぜひあと半年、みんなお互いにエネルギーを出し切って、それで最後の、音を響かせてください。はい、はい、そしたら今度は1年生の自己紹介をしてもらおうかなと思います。で1年生今年はなかなか新型コロナウイルスの関係で、予定通りに来れなかったよね。で本当は4月の最初に来るはずが、結局全員がこの研修所に揃ったのが5月の終わり、うん、地元で2週間以上の健康観察をしてもらって安全を確認して佐渡に来て、で佐渡に来てまた2週間施設の中で外出を一切せずに安全を確認して、それでやっとここに来れたね。だからみんながやっと先輩になれたのは、まあ、6月からかな実質、うん、で実際こっちに来てからもなかなかこの環境で安全を保つっていうのは工夫のいることで、手洗いうがい3密を避けて、換気をして、それを普段の研修生活にプラスするからなかなかみんなも大変やと思うけど、でもそういうことをしっかりやっていくことで自分たちを支えてくださってる皆さんのもとに音をやっと届けられるので、だからそこをまずしっかりとここでの感染対策っていうのを引き続きしっかりして、それで音を届けられるように頑張っていきましょう。はい、はいはい、ということで、はい、ここからは1年生ですよ。どんな姿でしょうかね、ねえ、
では自己紹介、1年生の皆さんどうぞ。イエーイ。日々舞台メンバーを目指し稽古に励んでおります。それでは一人ずつ自己紹介をさせていただきます。東京都出身19歳の谷口大地です。研修所では大地と呼ばれています。大地という名前にはこの大きな地球の広い大地のような心を持ってほしいという願いが込められています。研修所の生活でもバリバリ動いてモリモリ食べてどんどん人と向き合って大地のような大きな人間になれるように頑張ります。東京都出身18歳の谷川一馬です。研修所ではガバと呼ばれています。私は研修生であると同時に鼓動メンバー0年目という意識で日々生活しています。普段からの姿勢や言葉遣い、生活の一つ一つが自分の演奏を作っていると思います。太鼓を打っていない時でも美しく風格のある佇まいを目指して日々努力していきます。神奈川県出身22歳の音間大成です。研修所では大成と呼ばれております。私は39期の中で一番負けず嫌いな自信があります。日々の生活や稽古の中で悔しい思いをすることが多々ありますが、その悔しさをバネにして自分自身に負けないよう2年間駆け抜けてまいります。東京都出身20歳の石井光です。研修所では光と呼ばれています。僕は鼓動の舞台を見た時に体中の細胞一つ一つに音が伝わって響いていくのを感じました。そんな音が出したくて毎日太鼓を打っています。2年後には世界中の舞台で蝶のように舞っていると思うので見ていてください。アメリカ出身18歳の郷志念です。研修所では蓮と呼ばれています。ここでの生活ではメンバーになれるかどうかわからない先が見えない2年間です。一日一日大変ですが、皆さんからの応援のおかげで今できることをやって舞台につながるのを信じて過ごしてきてます。 Stay safe everyone! I miss you all! 岩手県出身18歳の小川花です。研修所では花と呼ばれています。私たち研修生は自分たちの手でお米を作っていますが、そのお米はどんなに熱くても風が吹いても雨が降ってもぐんぐん成長していきます。そのお米の成長に負けないよう自分の芯をしっかりと持ち、さまざまなことに挑戦していきます。岐阜県出身18歳の伊藤総一郎です。研修所では総と呼ばれております。僕は料理が大好きです。ここに来て料理を作った時失敗したことがありました。その時に思ったことは母の偉大さです。弁当を作ってくれたりご飯を用意してくれたり、とても小柄な母親ではありますが今はとても大きく感じております。日々家族そして支えてくださっている方々への感謝の気持ちを忘れず舞台に立つという形で恩返しをしたいと思います。山梨県出身21歳前島空です。研修所では空と呼ばれています。僕は5歳の頃から太鼓を始め鼓動の舞台に出会いました。普段はあまり口数は少ないですが太鼓では命を燃やして叩いています。2年後の舞台では燃えすぎている男を目指し頑張ります。埼玉県出身19歳の岩渕光成です。研修所では光成と呼ばれています。太鼓の演奏では言葉はいりません。その演奏をするためには生活の中でのコミュニケーションなど
皆で一つになるからこそ見ているお客さんに伝わる演奏ができると思います。ですので研修所で共に生活している仲間たちと意見を交わし、見ている人に何かを伝えられる演奏ができるよう、日々の生活一つ一つを丁寧に過ごしていきたいと思います。愛知県出身18歳の小林亮太です。研修所ではコバと呼ばれております。佐渡に向かう当日、僕は家族との別れが辛く、たくさんたくさん泣きました。研修所に来てからは家族からの手紙を何度も読み、元気をもらい、家族のような同期のみんなに支えられております。今度は僕がみんなを支えられるように、自分らしく明るく元気に頑張ります。宮城県出身19歳の武田凛香です。研修所では凛香と呼ばれています。私は5歳の時に青森県のねぶた祭りに行きました。そこで大きな太鼓にまたがって太鼓を叩く小柄な女性がキラキラと輝いて見え、それをきっかけに太鼓を始めました。そうしてつながったこの縁を大切に、39期の仲間と切磋琢磨し合いながら成長していきます。神奈川県出身18歳の弘崎和真です。研修所ではヒロと呼ばれています。研修所で共同生活をしていく中で、気づくという力が大切だと感じています。その場の空気を感じ取り、今自分には何ができるのかを考えて動く、これは舞台にも必ずつながっていると思います。些細なことでも気づきを大切にして生活していきます。以上、39期1年生12名、熱く熱く熱く頑張ります。 Thank you everyone。 はい、1年生の自己紹介でした。いや、元気でしたね。元気でしたね、1年生。多分伝わったと思います、皆さんにね、見ていただいてる皆さんにも。はい、さあ、だんだん最後の時間となってまいりました。最後の時間、はい、ね、これから38期と39期、はい、まさにこの鼓動の根っこといえる場所、ここでそれぞれ自分の音の根っこを探して、日々太鼓に向かい合っていくと思います。ぜひこれからもよろしければ見守っていただき、そして支えていただけるとありがたいです。さて、はい、それでは最後に1年生2年生で歌をお届けしたいと思います。はい、どうぞお聴きください。これから歌う曲名は10周年ソングです。この曲は研修所での生活の風景や研修生の思いが込められた曲になっております。それではどうぞお聴きください。Two.